ケベック法は1774年にイギリス議会において可決され、翌75年5月1日より発行したイギリス領北アメリカのケベック植民地の統治に関する法律である。法の主な構成要素は7年戦争の後、勝利したグレートブリテン王国は講和条約であるパリ条約を締結した。この条約に従い、ューベルフランスとして知られている北アメリカの ミシシッピ川東部の広大な領域の代わりに、フランス王国は砂糖の生産で重要な拠点であるグアドループとマルティニークを保持することを選択した。当時、ニューフランスでは大量に生産されたのはビーバーの毛皮のみであったので重要な地域とみなされることはなかった。セントローレンス川沿岸の領土はフランスによってカナダと名付けられたが、 イギリスによりその地域の中心都市名と同じ、ケベックに解消された。カナダ人は後にイギリス国民となるが、いかなる公共機関に入るにも彼らのカトリック信仰を拒絶し、カトリック信仰をしないという制約をさせる内容のテストを受験させた。植民地南部でカトリック教徒の不満が爆発し、アメリカ独立革命を招いてしまったので、イギリス人は、 フランス系カナダ人も反乱を起こすのではないかと危惧した。フランス系カナダ人は、ケベック植民地の人口の大多数を占め、イギリス人移民が成功することはなかった。おおよそ7万人のフランス系カナダ人の忠誠を獲得するためにまず、当時の知事であったジェームズ・マレーと後の知事であるガイ・カールトンらは行動の必要性を問いた。それまでの数々の矛盾点が結局このケベック法に、 落ち着いた。ケベック州の政治構造ケベック法は1763年以降廃止されていた司法における元来のフランス流の慣習を回復し公共機関の職員にカトリックの信仰を許可した。それは国王史上の誓いの対象がエリザベス一世とその後継者からプロテスタント信仰に対する言及をしていない常時ー世に変わったことを意味している。つまり、 イギリスの植民地になった時からフランス系カナダ人は植民地政府の業務に参加することができたということである。しかしながら選挙によって選ばれた立法府は存在しなかった。この結果アメリカの革命家たちはアメリカ独立革命の間カナダ人から援助を得ることに失敗している。最終的にミシシッピ川東部とオハイオ川北部は ケベックに編入された。ケベック法の影響ケベック法が、カナダ人の忠誠をイギリスに保障するために、大きな役割を果たしたのは明確であるが、予期せぬ結果が待ち受けていた。それは、アメリカの入植者に、耐え難き処方の一つと位置づけられ、アメリカ独立革命を起こさせてしまったということである。アメリカの入植者たちもまた、ケベック法の条項に、一定の関連を持っていった。 一つには、オハイオ居住者が自由にカトリックを信仰することができるようになったということである。バージニアからの移住者と他の植民地はすでにその効果範囲に入っていた。土地開発を行う企業は先住民を追放し土地を利用するためにすでに組織されていた。ジョージ・ワシントンやダニエル・ブーンといったアメリカ独立革命の指導者が1763年宣言などの 条約で認められたインディアンなどとともに、イギリスの条約、法律などに縛られない政府を確立することで利益を得た真の土地の投機者であった。アメリカ人はカトリック信仰を奨励し、自由と権利を与える条項の存在するケベック法を非難した。特にニューヨークやペンシルベニア、バージニアの植民地政府は、オハイオ川地域は、ケベックに帰属する、そして自分たちへの いかなる特権も認められないという条項に憤りを募らせた。ありがとうございます。